チャンネルへ、ようこそ。5時10分より、青年番中野宿より、投資賛美を行います。この賛美は、馬氏、所有の町内によって、各下座連によって、お囃子の音色、非常に異なる。だったね。
春から冬に至るまで連続的に表したもので、非常に興味の持たれる作品です。広く大きなつむつむしみの心を、広きこと縁の持ち主とされています。お囃子を演奏いたしますのは佐原林連中の皆さんです。竹原須佐能の御事の出し、こちらは三福の出しでございます。三福の出しは明治31年に制作、彫刻は日本神話を題材にしており、江戸時代文久年間の作品です。正面の額公園の文字は明治時代の写真伯爵で幕末の長次にご紹介する源頼義の出汁は下地区の出汁でございます。古川長円によって作られました。源頼義は平安時代の武将で、源氏の勢力を東国に植え付けた源氏の棟梁で、柳田清さんによって書かれました。彫刻は石川三之助、後藤敬林らによって彫られました。お囃子を演奏いたしますのは和気内の下駄連の皆さんです。次にご紹介する大学芸術地方の音楽です。ただいまの人形は祭壇楠木正成です。日本画家、横山大観氏が描いた楠木、額の文字、純正版、陸軍大将、原木貞雄氏と記号されたものです。お囃子を演奏いたしますのは、東竹田連中の皆さんです。次にご紹介する君の御事の出汁は西関部の出汁でございます。本当の出汁は関東にあらぬ大人気まで石川を生まれ平野の出汁に水を出汁が出ており、獅子の御堂の石川の御堂古川の栄光の御堂の御堂の御堂の
上新馬地区の梨は昭和11年、その昔、高校生さんに津波社会へのみこしご信仰を掲げて、新馬東北遠征の際、足柄山の坂本で荒海に身を投げて、奇跡の踊り方が秘めをして、この参議は馬氏所有の町内によって各下座連によって小林の音色非常に異なっております。さらばやし最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。次の動画のご視聴をお待ちしております。